土屋正嗣選手の地、土屋正嗣は、戦国時代の武将、海、武田氏の家臣で、不大家老衆、武田二十四将の一人に数えられる。意味名については、海の国史等で、正寺としていて、土屋正寺の名で知られているが、文書上では、正嗣であることが、資料的に確認されている。金丸筑前神の次男、金丸氏は、清和源氏流武田氏一門で、 改修後、武田信主の子、金丸道主を祖とする、筑前神は、不代画廊で、武田春信の森役であったという、紅用軍官によれば、A64 年の川中島の戦いにおける先行で、官務兵士三浦支流土屋家の名跡を継いだとされるが、文書上における、初見資料は、A69 年うるい8月の長坂正作日記小文の宛先で、この時点で、 金丸平八郎を名乗っている。なお、永6四年の第四次川中島の戦いでは、一時上杉勢の攻勢により、信玄本人まで危機にさらされたが、信玄の傍らを離れずに、上杉勢に応戦し、この選考により侍大将になったという。正次は、武藤基平、佐江草正正、曽根正よ、天利正忠、長坂正国らと、奥近十六人衆の一人として、 信玄の傍ら近くに仕えたという。A60 年8月には、武田屋中における、吉信事件による、家臣団の動揺を抑えるために、信玄が家臣団に提出させた下野号を、起承文において、担当部業の浅利信種、吉田信以外の宛先として、山形正影や原正種、後部正氏や曽根虎長、あまり信太田だらと共に取り継ぎを務め、徴収を行っている。 以降は、信玄側近、武行衆としての活動が見られ、A61 年はじめには、土屋製への改正が確認される。同年末の今川両国への進行に際しては、信玄側近として、戦時近世や、衆院上層者を、独占的に務めており、駿河富士山本宮は様大社や岡部市、浅倉市、加野市、松木市など、駿河国衆との取り次ぎを務めている。 西上の信仰を置いて両国化されていた。西上野においては、跡部勝助、原正種、曽根虎長と共に、上野国衆との取り継ぎを務め、正次は、浦野市や和田氏を担当している。また、品野両国においては、玉井市、市川市、雲野氏ら東進国衆との取り継ぎを担当している。また、対外的には、大田市や梶原市、里見市など、関東方面の外交を担当している。 A62 年の三瀬峠の戦いで、三和城代、アサリノブが戦死すると、アサリド新州も、藍園内として付けられると同時に、海の名門の土焼けを継ぎ、元気三年の三方ヶ原の戦いでは、徳川十六信将の鳥居田広と一騎打ちで、至球を挙げた。しかし、天正三年の長篠の戦いで、敵の見え作の二重まで突破したところで、一斉射撃を受け戦死したという。 子供がいなかったため、弟の土屋正さがまさつの後継ぎとなった。ありがとうございます。